ここが最後、町の者たちを殺した犯人がこの中。この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に。こいつ、まさかカイネが感じていた。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん。ああ、実は最近その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていた。そうだ、つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで、包帯を持ってきたのは。その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした。そいつに近づくな。そいつは。カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにか。あやつらなら大丈夫だ。船が崩れるぞ。分かってる。邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。二人とも。はい、でも、はい、だ、はあ、この日差しであればあの間も。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。確かに奴の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ。対しろ。船にいた女の子の正体が魔物だったなんて。今までの魔物とは何かが違う。油断するな。
ついた触手を狙うのだ。死が危険だ。ここで始末するぞ。やったか。なんだあの大きさは。おお、回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。体の一部を槍に変えて撃ってくるの。こんなに大きな魔物が存在するなんて。普通じゃない。気を抜けば殺されるぞ。このままじゃ街が危ない。何としても止めないと。数が増えておるぞ。分かってる。だけど、クソ。いかん。このままでは。こっちを見ろ。
こいつはお前の大事な人なんだろう。攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、怖いです。奴が魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。何してる。殺されるぞ。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。お前なんか